ちは、しょんくん。今回はですね、ずっと想像の作るレビューしてなかったね。うん、昔はいっぱい想像作ってたんだけど、最近全然してなかったね。うん、で、いよいよこの前、想像さ、しょんくん自分でさ、一人で作ってみたね。どうだった？作れたね、自分で。だから今回も、しょんくんが一人で想像を全部一人でやってみましょう。今回は、仮面ライダーセンチュリーの A セット、B セットですね。うん、仮面ライダーリバイス Y7、11番と12番が選んだんですね。ショックがこれ作りたいというお菓子売り場からゲットしてました。はい、じゃあこれを使ってみましょう。どうぞ使ってください。想像シリーズはね、この2つのセットを購入しないと完成しない、こんな感じで、片方の方には体、もう一つの方にはアーマーが入ってたりするので、11と12を組み合わせて、完成させるようになってます。はい、どうぞ。じゃあ開けてください。11の方から開けるか。はい、見せて。はい、こんな感じ。11の方にはセンチュリーの体とシールが入ってます。じゃあ12の方も開けようか。うん、アーマー系が入ってるね。おー、すごい、センチュリーのシール。はい、12の箱の方にはセンチュリーの顔と腕、あと手、あとこれマフラーだね。あと足のパーツ、あとこれが台座やね。台座と肩のアーマー、あとこっちもシールがついてます。見えにくいけど台座のベースになってます。はい、はい、じゃあ諸君組み立てていきましょう。レッツレディー。
しみました。イエーイ。できましたね。はい。じゃあポーズつけてみて、このケージと同じポーズやってみましょう。今回も結構シール貼るの難しかったね。うん、でも完成でした。いいですね。頑張りましたね、ちゃんと。はい。しゅんくんは来月6歳になります。5歳、6歳の子がちょうど仮面ライダーを作ったらこんな感じでできるということですね。はい。めっちゃガムくん出るやんか。はい、じゃあ、たぶん今回のマックさんとショーンレビューのマリではです。